まあ、今それはね、なんか配信するで言うけど、投資の話今進めるようなね、ちょっとおかしいなと思って見てたけど、今更投資をこう進めようという人はちょっと気をつけた方がいいね。もうあれ以上あれでね、もう限界なんじゃないと思ってるけどね。まあその今高値でいや買ったらいいよっていう人いたらちょっと引くね、私は。株価があの高値で どうしてそう進めるのかよくわからないね。もし違ったら違ったでいいですけど、それはもうリスク勝負からな。ちょっと画面は暗いのをちょっと難点のためだけども、こっちでやってるからちょっと暗いよね。まあこれ、ね、ショートで残ればいいかなと思ったんだけど、まあ今日はちょっと、届いた商品としてこれね、これが届いたっていうのは何でしょうって言ったらっていうのはね、これね、デバイスとか電磁波とか、を防止するものであって、まあこれを買ったの頼んでたんだよね。でこれ本当に遮断してくれるか知らないけど、私ね、まあ今デバイスいっぱいあるでしょ。まあそれ考えるとやっぱ電磁波ってやっぱ気になるようになるんよね。あのスマホだったりパソコンだったりね、あの私は車はハイブリッドじゃないからいいけど、ハイブリッドの車やっぱり通ると怖いよね。ハイブリッドの車通るとなんかね、デンジャー出てんじゃねえかなって思うんでね。で、本当は 5G まんま良くないって言われてるんだよね。まあ、5G っていうのはやっぱり電波がそれだけ強くなるっていうのがやっぱり問題だなと思ってる。やっぱデンジャーっていうのは体に悪いよね。白血病のことになったりね。高圧電線とか絶対ダメ。高圧電線のそばに住むと白血病になる。で、今はハイブリッドの車もいいからちょっとね、怖いんだよ。私はハイブリッド乗ってないからね。エンジンですから。で、これがね、まあ一応スマホで、テレビ、ラジオ、まあビデオカメラとかね、でこういう家電製品に対してこれ貼っとけばまあいいかなって思って買ったんだけど、これで、ね、遮断してくれるから私はかな。電磁波測定器でもあったりほしいけど、まあね、それがちゃんと測ってくれたらね、いいなと思う。まあこれ電磁波測定、電磁波を遮断してくれるものだと思って買ってるだけで、本当にしてくれてるかは知らない。今日届いたんだけど、一応9枚入って